皆さんこんばんは、デンノコの考察のデンノコです。チェンソーマンのアニメが10月から放送開始となりますが、今回はグロ規制なしということで、どう考えても放送 NG レベルの内容が多いですよね。血の量なんて凄まじいですし、手足、首はすぐにどっかに飛んでいくし、それが日常茶飯事なチェンソーマンとなっています。ただもちろんそのグロ描写も含めて面白いのがチェンソーマンという作品ですが、作品にはトラウマと呼ばれる場面がいくつも存在します。今回はそんなチェンソーマン第1部でトラウマとなった場面をランキングしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのこのシーンはトラウマだったという場面があればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメント、いいね等ありがとうございます。動画制作の励みになっております。デンノコの考察ではチェンソーマンのアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。2部の最新考察やアニメ関連の情報などチェンソーマンならジャンルを問わず掘り下げていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、デンノコも頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。今回はね、6つのトラウマをねちょっと紹介していこうかなと思います。では早速本題に入っていきましょう。今回はね、第1部のネタバレを含みますのでご注意ください。第2部についてはまだそこまでトラウマ描写っていうのはないので、今回ピックアップしておりません。今回はね、6つに厳選していきました。では第6位からいこうと思います。第6位、姫野先輩の死亡。まずは公安に属するデビルハンターで早川亜希のバディだった姫野の死亡ですね。性格とか仕事に関しては非常に冷静で落ち着いている存在なんですけれども、普段は茶目っ気たっぷりなおだらしない女性です。その性格の良さで魅了される読者も多かったのではないでしょうか。そんな姫野は侍ソード戦で亜希を守って、自身が契約する幽霊の悪魔に全てを捧げて退場となります。トラウマになる描写っていうのはちょっと語弊があるかもしれませんが、チェンソーマン第1部を読み終えてもあまりにも印象的なメインキャラなのにあっという間に消えてしまったことがモヤモヤして最後まで残り続けているので、トラウマとさせていただきました。いつか復活するんじゃないかなと思いながらも、これがチェンソーマンの世界かと思い知らされたエピソードだと思いました。続いて第5位、マキマさんの圧死。続いてマキマが初めて能力を発揮した場面となっています。侍編の第4巻27話の襲撃があったシーンです。京都にいたマキマは東京にいる敵を倒すべく、標高の高い神社と終身刑以上の人間を連れ、そこで能力を発動しました。終身刑以上の人間に名前を言わせ、手で何かを組むと対象が潰れて即死するといったもので、襲撃者をね一掃しましたよね。このシーンはマキマが初めて攻撃を行ったのでめっちゃ強いと思った反面、こんな攻撃でこんな悲惨な死に方をする描写と死刑囚を使うというのがトラウマでした。これ衝撃を受けた人も多かったのではないでしょうか。続いて第4位、サンタクロースと人形の悪魔。続いてサンタクロースと人形の悪魔というところですね。世界の視覚編で登場しました。デパート内で人形に苦戦していたデンジたちの隙を突き、ソ連のデビルハンターのトーリカが呪いの悪魔の力でデンジの殺害に成功します。そこに現れたトーリカの師匠はデンジの死体を運ぼうとする彼におもむろに語りかける場面の下りですね。初見では結構難解な部分ではありますが、真のサンタクロースは師匠であり、これまでサンタクロースだと思われていた老人は師匠の作った精巧な人形だったという事実に驚愕した場面です。ここで個人的にトラウマだと思ったのは、3人は契約に使う、1人は趣味だの場面の描写ですね。最初は意味不明でしたが、指で3人を隠す見せ方があまりにも美しく、それでいて夢にも出てきそうなおぞましさを感じたのが、ここがトラウマだと思いました。本当このシーンね、もう見てて最初わけがわからなかったんですけれども、読み返せば読み返すほど芸術的な部分がすごいなと思うし、それでいてなんか夢に出てきそうだなっていうね、そこを思ったので、トラウマとさせていただきました。印象残ってるのが正しいかなと思います。続いて第3位、早川亜希が銃の悪魔。早川亜希がね、銃の悪魔になってしまった場面ですね。まさにデンジパワー亜希の3人の生活で、より絆もできていたものの、すべて絶望に叩きつけられる場面でしたね。こんな救われんことあるっていうね、思ったのと同時に、秋の中ではデンジと雪合戦をしながら、実際は戦闘している秋の心と現実のギャップが、ただただ悲しいだけではなく、どこか報われているのではないかと思わされる、そんな神回だったと思います。いい描写っていうのはちょっと間違ってるかもしれませんが、この脳裏に焼き付く印象的なトラウマだったと思うので、この扉をデンジが開けた瞬間っていうのは本当にね、トラウマだったと思います。なので今回ね、こちらランクインさせていただきました。じゃあ続いて第2位ですね。第2位、パワーが死亡。誰しもがマキマの狂気を感じたのがパワーの死亡です。それまで秋を失ってデンジと2人で生活していく中、一瞬にしてパワーはマキマの一撃で退場しました。
体が真っ二つになることはチェーンソーマンの世界ではまあ普通のことですが、こうもあっさり殺されてしまうのはかなりトラウマでしたね。その後も体半分で登場するし、もう悲しさを通り越して呆れるレベルでした。全てマキマの考え通りでもショックを受けた人は多いのではないでしょうか。第2部の、ね、復活に期待したいと思います。では第1位はこちら、闇の悪魔です。最後はね、闇の悪魔ですね。闇の悪魔は世界の四角編においてサンタクロースが刺激する地獄の悪魔によって地獄に落とされた電池たちが遭遇した最強の悪魔となっています。まあ、過去の動画でもね、何度も取り上げていますが、チェーンソーマンの中で一番意味不明で一番恐怖を覚え一番感動したシーンが闇の悪魔です。まず見た目がおぞましいですよね。まあ、悪魔の中でもグロテスクなデザインとなっていて、2本の角が生えた頭部に複数の人間の上半身が連結された胴体、闇のような衣をまとっています。その登場時の描写が美しく意味不明で恐ろしいのが何よりトラウマです。天を覆う無数のドアの一つからこぼれ落ちる闇だったりとか、印象的なカエルの鳴き声だったりとか、胴体を上下に真っ二つにされ合唱する11人の宇宙飛行士たちの亡骸で作られた道の奥からゆっくりと闇の悪魔がその姿を現しましたよね。まさにね、根源的恐怖の悪魔とはこのことかと思い知らされたことです。まあ、トラウマでありながらも個人的にめちゃくちゃ大好きな描写なので、これはね、もう第一に挙げたいなと思っていました。まあ、これを超えるね、トラウマっていうのが第2部で出てくるんじゃないかなと、ちょっと期待しながら見ていきたいなと思います。まあ、そうなるとね、やっぱ根源的恐怖の悪魔っていうのがどれほど恐ろしいのかっていうのはよくわかりますよね。今回はね、第1部のトラウマをランキング形式で紹介してきました。本当にね、トラウマと言いながらもやっぱいいところというか、逆にそれがいい描写として評価できる部分だと思うので、ぜひ皆さんのね、トラウマ的なシーンだったり、このシーンはね、私もトラウマだったということがあれば、ぜひね、コメントで教えてください。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。